武帝、武帝、武ジョン、1904年から1952年10月は、北朝鮮の軍人、政治家である。長らく本名は、金帝、金武ジョン、と思われていたが、親戚の証言によれば、金畿の駅、金ン畿、である。別名は、部長、呉れ長、長。中国共産党から高く評価され、革命指導者と呼ばれた。 唯一の朝鮮人であった。北朝鮮初期の指導部を構成した諸派閥のうち、延岸派の中心人物の一人。大韓帝国環境北道京城軍出身。慶城、ソウルで育ち1919 19年3月の3.1運動に参加した。中央高等普通学校に入学したが、退学して1923年3月に中国に渡った。 北平文化大学で中国語を学んだ後、1924年に、河北省の保定陸軍軍艦学校、北方軍艦学校だったとも法兵科を卒業して、法兵将校となり、遠釈山の軍閥に参加した。朝鮮人革命家の両雲教の影響で1925年に、北京で中国共産党に入党、兵玉省部隊に従軍して、 南口大戦及び北伐に参加。公衆放棄に参加し、1929年には、上海労働者の暴動を指導した。そのため、イギリス疎開で逮捕され2ヶ月間拘留された。1930年6月に、法徳会の皇軍第五軍に入隊する。1930年7月、皇軍最初の三方連が組織されたが、同年末に三代目の連長となった。 公軍第三軍団砲兵将校として中国共産党の革命拠点だった厚生省随勤国民党軍と戦い1931年の中華ソビエト共和国樹立に参加1930年7月末公軍第三軍団砲兵団長1931年6月中央に砲兵団団長1932年冬 随勤中央軍事政治学校軍事団団長、長常武特化英英長。1933年10月、航軍特化学校法兵英英長。1934年、航軍特化学校校長。1934年10月に、中国共産党が随勤を放棄しのベべ安に、本拠地を移した調整では、中央軍医、第一重隊第三橋5隊、 司令委員憲政治委員に就任。礼兵会議後に、部隊は改編され、公軍第三軍団法、兵衛長。この調整で参加した、朝鮮人十数名の中で、唯一の生き残りとなり、頭角を表した。1935年11月、公軍学校特化兵衛長。1936年6月、公軍大学第一期第一課に入学。同年12月、 卒業。八祖寺軍内では、法術の専門家として高く評価され、1937年、八祖寺軍総司令部、作戦課長。同年末、八祖寺軍総司令部砲兵団団長。1940年の百団体戦に参加。日中戦争中の1941年には、中国、山西省で、河北朝鮮青年連合会を結成。 1943年に、後に沿岸派の基盤になる朝鮮義勇軍司令官となったほか、河北朝鮮独立同盟結成時からの常任委員として活躍し、日本が降伏すると、彼が帰国する前から人民委員会の前身である北朝鮮後同行政局で総番職に次ぐ副委員長に選ばれた。武帝は義勇軍と共に、 北朝鮮に帰還しようとしたが、中国共産党の影響を排除する中北朝鮮ソ連軍の方針で兵士は武装解除され、自身も個人の立場で帰国することを求められた。このことで、近日政とソ連軍に対し反感を抱いた武帝は各地で近日政とソ連を批判する遊説を行った。1946年8月の北朝鮮労働党、 第一回党大会、決闘大会において、党中央委員に選出されたが、金日成は、名声も経歴もあり、服従的でなかった、武帝を保安幹部訓練大隊砲兵副司令官に、降格させた。大隊本部総参謀長の安吉が病死すると、臨時代理となる。代理を務めていた間、金日成に相談せずに、独自の指揮方針を打ち立てたり、 独断で指令を出すなどして、金日成の品縮を買った。武帝はその後もしばしば自らの経歴を誇示し、金日成と対立した。その名声と中国共産党とのつながりから粛清されることこそなかったが、率いる延安派は実戦経験、軍事理論で北朝鮮内の他派閥より優れていても、ソ連に後押しされる満州派に阻まれ、養殖にはつけなかった。 武帝は、人となりが傍直で政治闘争の能力に欠けており、近日政への個人崇拝を批判することで立場を悪化させた。1948年3月の第二回党大会において、党中央委員に再選。同年9月、民族保衛省法兵式局長。1950年6月に開戦した、朝鮮戦争では、開戦時の第二軍団長であった。 満州派の金光キャンが、春川攻略時の失敗で、参謀長に降格されると、1950年7月、武帝が第二軍団長に任命された。第二軍団は、朝鮮半島南部まで進撃したが、二川上陸作戦に伴う国連軍の大反抗により敗退した。武帝は部下をみだりに重殺刑にするなどの問題を起こし解任され、平壌防衛司令官となった。 しかし、国連軍の攻勢を押しとどめることはできず、平壌は疾患し、広報部隊の第七軍団長に左遷された。万浦市にいた頃、知り合いの中国軍兵士が負傷していた。野戦病院で平安北道人民委員会衛生部長の李、チョさんに治療をするよう命じたが、忙しいことを理由に断ったので自ら銃殺し、それが原因となり、 第七軍団長も解任された。1950年12月21日の北朝鮮、人民党大会で、選挙区分析と責任者の追及が行われると、秩序生前と交代できなかった、責任、無法な殺人と命令不服従を強く批判、求断され、失脚した。この時の北朝鮮には、多数の中国人民主願軍,軍が侵駐している状況で、 武帝の影響力の排除は、近日生にとって重要であった。この党大会での処分では、武帝を除く全員がほどなくして、復党、復職した。武帝は軍籍を剥奪され、囚人部隊で服役することとなり、作業隊長として、平壌のボタンミネチカ劇場の建設現場へ送り込まれた。その後、持病の異界用を悪化させると、中国人民志願軍の司令官である。 法徳の取りなしもあり、中国共産党に引き渡されて一時は、中国東北部の病院に入院した。しかし病状は回復せず、本人の希望で、北朝鮮に帰国するとほどなく、1952年10月に、平壌郊外の軍病院で死亡した。葬式は、盛大に行われ、愛国列資料に葬られた。失脚した、武帝であったが、近日生の回顧録、では、 河国地方での彼の活動が記述され、実績を高く評価している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。